ストレートエニアグラム二等兵の友人はです、ね、ピーテンさんです。隊長でございます、はい、今日はですね、とうとうサンフランシスコとつながりましてつながりまして、うん、我々もどんどん大きくなってきますね、うん、世界へメッセージをいただきましてですね、はいはい、エリカシングルマザーサンフランシスコさんから、うんうん、メッセージをいただきまして、はい、特にリクエストではないんですけど勝手に申し訳ございませんちょっとはい、エールを、うん、というのはこのサンフランシスコさん、うん、エリカサンフランシスコさん、うん、もともとは別の動画、うん、我々が挙げた KKO をぶっ壊すって、うん、昔やってた、ぶっ壊す、今でも思ってるんですけど、うん、KKO 問題をぶっ壊すっていう動画に、うん、KKO アメリカではインセルって言うんですね、うん、新しいボキャブラリーが増えましたと、うんうん、まあ、この方は、うん、サンフランシスコで、うんうん、今 お住まいでと、はい、でタイプ7だとおっしゃっておりまして、うん、私は MBTI にはまっており、うん、ENTP なのですが、うん、ENTP はエニアグラムだと、うん、まあ、タイプ7が多いと出たと、うんうん、で実際にエニアグラムをやってみたら、うん、タイプ7と出ましたと、うんうん、まさしく楽観的、うん、面倒なことは避けることがあるんですねと、タイプ7には、うんうん、で、自分も面倒なことはせずに楽しく生きていたいがモットーですとおっしゃっている女性の方に、このタイプ7はこんなタイプでこんな注意点があるよっていう、勝手にアドバイス、勝手にでございます。でこのメッセージをいただいたのが、今日がこの2020年の10月24日、日本では12時22分、昼の12時22分なんですけども、ちょうど20分前ぐらいにこのメッセージをいただいたので、はい、しかしたらライブ配信もライブ配信もできるかもしれなかったけども、うんうん、ライブ配信のつもりで、はい、はい、ドン・リチャード・リソさん性格タイプの分析から、うん、タイプ7をちょっとだけ深掘りしたいと思います、うんうん、タイプ7、万能選手、ここでは万能選手と書かれています、万能選手です、うん、エリカ様、万能選手です熟達し、外交的で、度を越しやすく、装病的な人物。鬱じゃなくて、そうですと。はい。常にはい。とても健全な状態では、極めて反応が機敏で感激しやすく、自分の経験に夢中になる、典型的な外交型人間で、物事と感情との現実世界に対しています。何を経験しても、自然に感情が湧き上がり、元気が出ます、うんうん、あらゆる刺激に即座に反応し、何を見ても好奇心をそそられ活気づきます、うんうん、幸せそうで快活で人を活気づけます、うん、どこに行っても優れた業績を上げ、いろんなことをうまくこなす万能選手になります、うん、多彩な才能を持つルネッサンス的教養人で、名人級の才能と驚くべき技量に恵まれています、うん、実際的で生産的で才能豊かで多芸多彩で、自分の興味のある多くの分野を融合させて成果を生み出しますこれになりたかった。もうこんなこと言うから簡単ですよエニアグラムでタイプ7は、うん、人気のあるタイプ、人気のあるタイプ、これ読んだらみんな憧れますよね。憧れる。もう僕、うん、私の初めタイプ7だって自分が思って、うん、エニアグラムにはまったタイプです、うんうん、違うってなったんですけど、うんうん、エリカ様もタイプ6を勉強されると引き込もうとしてる。そう、あいつはこれだったのかってなるかもしれません、うんうん、でこのタイプ7、不健全な状態、うんうん、今申し上げたのは健全な状態なんですけども、うん、じゃあまず通常な状態、うんうん、普通は、タイプ7は欲求が強まるにつれて、うんうん、いろいろなものやもっと変わった経験で楽しみたいと思うようになり、貪欲な消費者、物を欲しがる実利主義者、遊び人で社交界の名士、助才のない世渡り上手、目利き、流行の仕掛け人、センセーションを追い求める人間、新たな遊びを楽しめるよう可能を持っていることが重要だと考えますと。自分に対してノーということ、自分の欲求を拒むことができなくなります、うん、可動過多になり始めて常に動かないと気が済まなくなる、うん、よく隊長が言う
持った瞬間に古くなる、うん、古くなる、次のものが欲しくなる、次のものが欲しくなる、うん、で何か面白くて新しいものに気を取られるが、あまりに多くのものを行うため、うん、船舶になる、浅くて薄くなる、うんうん、でただかじり回るだけの口先だけの人になってしまう、うん、で絶えずしゃべり、うん、皮肉を言い冗談を飛ばし、うんうん、っていう高まった気分を保つために、うん、演技を始める、うんうん、でこれではまだ十分ではないとまた感じ始めて、うん、これ見よがしに消費しまくる、貪欲に貪欲に、うん、っていうのが、これが通常の状態、うん、気をつけてくださいっていうサインですと、うん、だからあれですよね、この健全度のいい時の状態とはまた違いますよ、ね、はい、なんで私は健全の状態がいい時っていうのを意識しようとすると、うん、あのこういう悪い、なんていうんでしょう、ちょっと通常の状態で悪いところが出てくると気づけることができるっていうのがエニアグラムですと、うん、このいい時はこう才能豊かでみたいな感じだけど、はいはいはい、こう悪い時はもうかじるだけみたいな、そう、足りない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 、ただ口先はとてもうまい、とてもうまい、万能選手、とてもうまい、うん、で不健全な状態のタイプ7は、欲求不満になり、いつも忙しく気を、うん、あの散らしていたいため、うん、欲しいものは何でもかんでも要求し、攻撃的で口汚くなる、うんうん、子供っぽい現実逃避者になり、衝動的で無礼で怒りと感触を爆発させますと、うん、だだっこです、はい、だだっこです、だだ自己統制ができなくなる、でアルコールや麻薬に溺れそうになり、うん、多くのことが同行し陥落にふけり身を持ち崩しますと、うん、で堕落して自分をダメにする、うん、で不安を処置しようとせずに衝動をそのまま行動に移して自制を失い、極めて突飛で激しやすい気分の揺れと衝動的な行動の虜になりますと、でもどんどんバカ騒ぎをする、うん、でまるで自分には限界がないと感じて妄想的なまでに非現実的になる、うん、これはまあ事故から逃げている、で防衛が失敗すると突然わけのわからない行動に依存します、うんうん、あのとても、まあ、タイプ7、うん、自己主張で楽観的なタイプ、うんうん、自分の欲しいと思ったものは全て欲しい、うん、貪欲に手に入れる、はい、で楽観的なので、うん、まあ大丈夫って思いがち、そう、だ人を攻撃してもまあ大丈夫でしょうって思ってるんです、攻撃はうまいんですよね、攻撃うまい、大丈夫じゃないですよそれっていうところですよね、うん、そう、大丈夫じゃなくても大丈夫なんですよ、あ、タイプ7にとっては、タイプ7、楽観タイプにとっては結構大丈夫じゃないことでもまあ大丈夫でしょう、蓋は強固なんですね、蓋をするのが得意なんで、ちゃんとできた蓋で、うん、ガチャってできるんですね、匂いもあまり出てこない、出てこない、まあ、もう見ないこと、見なくすることができる、見なくすることができる、うん、でそんなタイプ7、不健全なタイプ7は、うん、自制が効かず自分の行動をコントロールできない、うん、でこれが分裂の方向っていうのがあるんですけど、うん、タイプ1の悪いところが出る、うん、これは勝手な命令を押し付けようとし、他人に対して極端で懲罰的、復讐的な態度を取るようになります。自分の不幸を解消してくれるように見える人や物に異常なほど固着しようとする。これは悪い部分が出てきているので要注意ですと。で、統合の方向、タイプ7にとって進むべきいい方向というのは、タイプ5。俗に言う、まあ、博士タイプですね、うんうん、物事、真理を突き詰める人、集中しましょうみたいなです、ね、はい、あのかじってかじってじゃなくて、うん、一つのことを食べきる食べきる、こう追求していく、はい、タイプ O の方向に動くと自分の経験を深く関わるようになり、周りのものを単に使い尽くすのではなく、それに貢献するようになりますと、うん、統合に向かうタイプ7は絶えず自分のためにものをむさぼり取ろうとしていなければ幸福を奪われるっていうことを恐れなくなりますと、うん、で自分の経験をもっと深く、うん、一つのことをもっと掘っていくということですね、うん、ことに追求して物事の核心に到達し理解を深めます、うん、とあります。でこのタイプ7の幼児期の原点っていうのがあるんですけども、うん、タイプ7は
母親もしくは母親的人物と否定的に結びついていますと、うん、初期の人格形成において鍵となる要因は母親、うん、この母親に何らかの理由で奪われるという恐れ、うん、奪われるのではっていう恐れを中心にして回っています、うん、でそのダッシュその奪われたものは物質的なもの、うん、あるいは感情的なものだったのかも知れないけれども、それがとても恐ろしく感じたことが、まあ、タイプ7の特徴であるとあります。で、根源的恐れというのが奪われること。根源的欲求は幸せである、かっこ満たされることとあります。で、健全な自己感覚としては、私は幸せで物事に熱中する人物であるというのが健全な自己感覚。で隠された不満としては、私は幸せだが、もし欲しいものがすべて手に入れば、もっと幸せになれるのに。っていうのが隠された不満としてある。もっといい幸せがあるんじゃないかってずっと追い求めてるタイプですからね。なんで、エニアグラムでは、今なんですね。今幸せ。今幸せ。であることを、だって生きてて、見えてと。っていう時点で幸せじゃないですかっていうことなのかなとはちょっと私は思ってるんですけど、今あるもの多分タイプ7的にいくと、はい、今あるものでは幸せではないと思ってます。で根源的に思ってるっていうことですね。のでそんなことないよって話ですよね、はい、で主要な防衛規制としては、うん、抑圧、外面化、行動化とあります、で固有の誘惑としては欲しがる、こと。タイプ7は自分を楽しませてくれるものは何でも、物であれ体験であれたくさん手に入るほど幸せになれると考えたがる。しかしもっとたくさん得ようとすれば本当に満足できないままに欲望が強まるばかりとなります。固有の短所、退食とあります。食べ物を過剰に詰め込むことは文字通りの意味でも比喩的な意味でも彼らの滞在であり、不可避的に自己破壊的行動へつながる罪であると。悲劇的なことに自分自身を物や体験で満たそうとすればするほど、タイプ7はグロテスクに堕落し、自分が求める幸福を見つけられなくなるとあります。なんでその物や体験を満たそうとする、どんどん満たそうとするっていう行動はタイプ7にとってはあまり良くない。行動ですと、固有の短所というふうに挙げられています。ただ固有の長所、固有の長所としては感謝、非常に健全なタイプ7は自分が持っているすべてのものに感謝します。人生は驚きに満ち満ちた贈り物であり、自分が祝福を過分に得ていると感じ、それに感謝する。どんなものでも、そしてあらゆるものが正しく使われれば喜びで満たしてくれる、でのが、固有の長所として挙げられています、でタイプ7の取り柄、過剰な行為が講じていっても通常のタイプ7はまだ物事に対する真の熱心さを十分に持っており、物質世界に対するその愛着こそがそれ以上堕落して単なる現実逃避や創病的な活動型に落ちるのを防いでくれる。世の中を楽しむという健全な能力が刺激だけを求めたがる欲望に対するブレーキの役目を果たし、より健全な活動段階へと復帰を助けてくれるとあります、なんで、まあ、この欲しがる中にも、タイプ7の取り柄としては世の中を楽しむっていうのは忘れていない、まあ、そこが原点みたいな感じですかね、なんでその道を外そうとした時も、この世の中を楽しむっていうことだけは忘れないとあります、でタイプ7の成長のワークとしては別の動画が我々タイプ7に対してはありますので、それをあの概要欄に貼っておきます、でまあ最終的に、必然的結果として挙げられているのが、タイプ7が不健全な状態に堕落すると、これ不健全な状態というのは奪われるっていう根源的な恐れですね、これを招く一方で、幸福と満足というのを失ってしまう、しかし誰が彼らに幸福を与えるのを拒んだのか、
実のところ通常から不健全の段階のタイプ7は自分の欲望が暴走することに任せることで自らの上に不幸の大半を招いているのですと。一旦自分自身をコントロールすること、つまり自分の欲求にノーということ、うん、何をするべきで何をすべきでないかというのを限度を設けることを渋るようになったら、それは必然的にこの結果に至る境界線を超えているっていう、うん、サインでありますと、うん、なんでその制限を設けたっていうことに対して、これをこの制限いる、うん、もっと広げていいんじゃない、うん、もっとやっていいんじゃないってなった時はもうちょっとバランスを変えてますよっていうのがタイプ7に対してのアドバイスです、うん、これはもう自分の欲求をいかにコントロールするかっていうのが、まあどのタイプもですね、タイプ7の、うん、今度何て言うんでしょう、健全な状態を保つ一歩でありますと、うんうん、ドン・リチャード・リストさんは言ってます、はい、うん、なんでこの今回はこのエリカ様、うん、タイプ7向けに、うん、ちょっと深掘りしましたけども、うん、また他のタイプでもリクエストがありましたら、うん、同じようにちょっと解説をさせていただきます、はい、どうですかタイプ7、どうですか、エリカ様、今サンフランシスコとつながっている、うん、美人なエリカ様、美人なエリカ様、はい、はい、うん、結構身近にタイプ7が7は、はい、いらっしゃって、その方は結構、うん、ご自身で事業もやられて、事業をやられて、なので、まあ、結構健全度は高い、そうですね、感じはします。もちろんエニアグラムの本を書いてらっしゃる。本を書いてる、はい、で、エニアグラムとか心理学とかそういった感じの本をいっぱい書いてる。なんで自分の多分不健全なところは、うん、多分十分見てきたんでしょう、ね。十分黒いところも、まあ、実感もしてるので、はい、僕が見て健全度が高いなって思ってるんですけど、健全度が高い行動をあえてしてる可能性ありますよね。はい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 。あとまあ、うん、このタイプ7が健全度が高い状態っていうのを知ってると、うん、そのいかに自分がこの物を欲しがった時にダメだダメだセーブできるかっていうところで、そう、他のタイプもそういうところじゃないですか、はいはいはい、それがこう囚われを手放していきましょうみたいな、まあ、自分がやってるかって言われると苦しいところではありますけども、まあでも多分絶対できるってものではない、絶対できるってものではなくはないけど、はい、こう意識しないとできない部分、そうですね、うん、でまあ意識し続けてそれが自然になった時に、そう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 、初めてちょっとなんか健全度が高い、高い、はい、でまあ高いって言ってもこう上がったり下がったりするのがまあ普通だと、健全度っていうのは9つの段階があって、うん、1,2,3,4,5,6、この4,5,6 が通常と言われるところ、でみんな4から6ぐらいを行ったり来たりしてる、で7,8,9っていうこの大体いつも常に3段階ぐらいらしいんですね、うん、この行き来が、なんでこの3段階のメモリをどこに設定するか、うん、そうそう、基準値みたいな、基準値、はい、3,4,5 にするのか、2,3,4 にするのか、2,3,4 にするのか、こう落ちないように、はい、4,5,6 で踏みとどまるのかみたいな、そうですね、これを意識することで初めてこれを保ってるのではないかとはちょっと思ってます、うんうん、はい、はい、いかがでしたでしょうか、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、エリカ様、サンフランシスコで頑張ってください、はい、我々も日本の愛知県春日市というところで、はい、細々とやっています。細々と、はい、ありがとうございました。また何かあれば、何かあれば、はい、この時間帯であれば、はい、ライブ配信も、ライブ配信、ライブ配信も、できます、ね、ズームでのやり取りもできますので、うん、ぜひ、はい、何かあればおっしゃってください。面白いネタとかあれば、そうですね。アメリカの実情とかもちょっと知りたいですよね。うん、そう、エニアグラムって。もともとアメリカじゃないですか。もともとアメリカ。なので翻訳とかも、そうですね、若干日本人のニュアンスに合わない部分もあると思うんですよね。はい。基本日本は基本今、うん、鈴木秀子さんが一手に引き受けているような匂いはしてます。うん、はい。で、こう、今ここって日本語じゃないですか。はい。で、こう、なんか何かで見たのがアメリカ人には結構今ここ、今ここって何ですかね。Now。Now なんですか。ちょっと待ってくださいね。原文がどうなのかですよね。今ここの原文は何か。なるほど。うん。によってこう、アメリカ人の感覚と違う部分もあるかもしれない。ちゃんと多分出てるんですよ。ちょっと調べていいですか。今このも。はいはい。ごめんなさいね。ちゃんと出てるっていうのは英語が。あ、英語が。はい。で、僕なんかこれ
なんかの文献というかネットで、その今ここっていうのが英語でこういうのでっていうのが、まあなんかネットで見たんですよ。はい。で、その感覚って日本人はそもそもそんなにない感覚だから、こう分かりづらいって思う人が多いみたいなことが書かれてたんですよね。アメリカ人が。ビーイングとかって言いますよね、よく。ビーイングとか、そう。ビーイングなのか、ビーイングなんですかね。原文が。ちょっと、ね、ちょっと。はい。パッとは見つからない。はい、ごめんなさい。っていう感覚のこと、はい、もあったりするので、まあ、現地に住んでる人であればその辺の感覚もわかるのかなって、今ここどういうニュアンスなのかみたいな、ぜひ、はい、またやるるができれば、はい、あの楽しいですね。そうですね、海外とつながれたら楽しい、ね、ちょっとテンションが上がりますうん、うん、はい、ありがとうございました。あ、もちろんその他の方も、はい、あの我々と出ていただける方、うん、出ていただく大歓迎でございます、はいはい、コメントでも全然全然ですけど、はい、勝手に取り上げちゃったりしますけど、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。